誰かいるかなあっピーちゃんんもしかして居眠り中それじゃあそーっとそーっとピーちゃんお疲れ様にゃー <laughs> びっくりしたドリンクよりもいい眠気覚ましでしょうバッチリ目は覚めたミクはね 収録から戻ってきたとこ。ちょっと事務所で休んだら、撮影に行ってくるよ。<laughs> 引っ張りだこにゃん<お>平気平気。どんなハードスケジュールでも、ミクは元気いっぱいだよ。疲れるどころか燃えてくるの。メラメラって感じにゃ元気の秘訣は、あるけど、どうしようかにゃほら、猫、ね、ちゃんは、 人には教えない秘密がいっぱいあるからね。ま、でもピーちゃんになら教えてもいっか。秘密の場所に特別ご招待。誰にも行っちゃダメって約束してくれるなら、ね。じゃ、明日の朝6時に集合。お寝坊して遅れちゃダメだよ。あと、スポーツウェアで来ること。ミクと爽やかに早朝トレーニング。 楽しい場所に連れてってー <laughs> なんてスピードはさすが猫ちゃん素早いにゃあこっち振り返ってるちゃんとついてこれるって言ってるみたい <laughs> 言われなくても負けないにゃミクの体力をなめちゃダメだよ猫ちゃんアイドルは伊達じゃないもん毎日重ねてきた自主トレの成果を見せてやるにゃ 猫ちゃんは気まぐれだけど、ミコは努力するのも嫌いじゃないの。可愛い,いアイドルを続けるには、たくさん頑張らなきゃだもん。あ、今の話、みんなには言わないでね。あ、恥ずかしいから。真面目なミコを見てもいいのは、ピーちゃんと猫ちゃんだけにゃ。あ、ねえ、ピーちゃん。次はあの大きな木を目指そうよ。他の向こう。 きっとすっごく綺麗だと思うの。どんな景色が広がってるのかな一人で見ても意味ないもん。二人で見る景色は何倍も綺麗に見えるんだよ。だからみくはピーちゃんと一緒に走りたいのにゃ。